はい、皆さんこんにちは。今日は我が家に眠っている今使ってない鉄道模型用品をちょっと机の上に並べてみました。なんでまあ今ここに並べたかって言いますとですね、今年はこの今使ってない用品をなんとかうまく活用して新しいジオラマレイアウトを組んで新しいジオラマを作ってみたいなというふうに考えています。ですのでちょっとね眠っているものを引っ張り出してきました。実はこれ一部で全部じゃないんですけど、とりあえず並べせれそうなものだけ今ここに出してきました。まずジオラマを作るにあたってうちに何が余っているのかっていうのを紹介していこうと思います。まずこちら、ここにあるの、ここら辺はティーノスです。もう2年前でしょうか、トミテックさんから、頂戴したティーノスなんですけれども、大きいレイアウト、去年まで作っていた大きいレイアウトに組み込もうと思ったんですが、思いのほかうまくいかなくって、結局外してしまって、ずっと眠っていたものです。コントロールユニットの他に ND ユニットもこれ自分で購入して1台追加して2台して、結構大きい、複雑なプランを組めるようにはしてあったんですけど、結局遊ばなくなってしまったものです。こっちにはその時に使ってた延長ケーブルなんかも入ってるし、レールなんかも一部眠っています。で、今回はこのティーノスを新しいジオラマレイアウトに組み込んで自動運転ができるレイアウトで遊びたいなというふうに考えています。で、次こっちですね、ここにあるのがこれサブテレーンっていうのかな、サブテレイン、サブトレ、なんかそんなような名前なんですけど、これで発泡スチロールでできた勾配を作るための商品です。まあ、こんな感じで、こっちが細くてこっちが太くて、こう並べていくとだんだんと高さ、勾配を稼ぐことができるんですけど、こんな感じで曲げたりすることもできて、カーブなんかでも使えるこの勾配を出すための発泡スチロールです。これも前のレイアウトで使おうと思って購入したんですが、これ単線用なので、僕複線で遊んでましたので、ちょっと結局使えなかったんですよね。ということで使えずじまいでそのまんまになってます。これは確か勾配 4% のものを購入したと思います。買った時は日本にあまり在庫が残ってなくて、ネットで買ったんですけど、これ一つしか買えなかったんですが、今はタムタムさんにも残っています。ただこれおそらく海外のもので輸入して日本に在庫がある時しか買えないと思いますんで、まあ、欲しいと思っている方はもしよろしければね、早めに購入することをお勧めします。はい。で、あとは、ここら辺は使ってないレール類ですね。これなんかは、さっきのティーノスで使ってたと思われるカーブレールなんですが、ここにセンサーを入れた跡なんかもあります。まあ、こういったのが転がってたり、あと、これ、これはミニカーブレールセットに入っていたレールです。以前動画でもご紹介しましたし、YouTuber のみんなで島風に乗って伊勢神宮にお参りした時に個室の中でこれ使って N ゲージ走らせて遊んだりした時に使ったものです。これも結局使ってなくて今、このようにレールだけ残っているといった状態です。あとここにあるのはこれいただきもんです。あ、こういったね、ケーブル類なんかも残っています。まあ、こういったものですね。これらを使って今回はジオラマ作っていこうというふうに考えています。で、まず一番最初に何しなきゃいけないかっていうと、ジオラマを作る前にですね、ティーノスを組み込むんで、ティーノスを組み込む場合は、やはりレイアウトプランを決めてからじゃないと作れないっていうのが分かりました。前回、今あるジオラマに無理やり組み込んだんで、まあ、ちょっとうまくいかなかったっていうのもあるんですね。今回はレイアウトプランを考えて、かつ、まあ、ミニカーブレールがありますんで、なるべくコンパクトで、しかもこのサブテリンがありますんで、まあ、ちょっと勾配を持たした山岳地帯にあるような、山岳地帯って言いたいかおかしいかな、まあ、その単線でミニカーブを使って勾配のあるプランを考えています。で、そんなのがレイアウトプラン何があるかなと思って調べてみたんですが、一応単線のレイアウトプランはいくつかあるんですけど、特にやっぱりね、ティーノス自動運転ユニットでね、一番醍醐味って僕行き来じゃないかなと思うんですよ。
こう線路をね、端まで行ったら戻ってきて、端まで行ったら戻ってくるね。これがやっぱり自動運転の醍醐味じゃないかなと思うんです。まあもちろんあのエンドレスレイアウトでこうぐるぐる回って追い抜きだったり、まあそういうのをやってもいいんですけど、やっぱりTNOS自動運転っていうとね、終点まで行って列車が戻ってきたら面白いじゃないですか。ということで単線でこう行ったり来たりできるレイアウトプランにしようと思います。で、候補が今2つあって、レイアウトプラン5、単線 S と、レイアウトプラン7、単線デラックスっていうのがあるんですけど、今回は、こっちのデラックスにしようと思います。こっちのデラックス。デラックスの方が、列車がいっぱい編成走らせる。最大4編成まで走らせられるし、ND ユニットも2台ありますので、こっちのデラックスの方にしようと思います。で、こっちにするのに、やはり必要なのパーツがやっぱ足りなくて、それだけは買ってきました。買ってきたのはこちらです。トミックスのミニ電動ポイント。右と左、左右それぞれ、2つずつ、4つ購入してきました。これでね、で、レイアウトプラン7が組めるようになるはずですので、これだけはすいません。余ってるものが、ポイントレールがなかったんで、ミニの今回は、ポイントを使ったことがなかったんで、これを試しに使ってジオラマレイアウトを組んでいこうと思います。はい、ということで、まあ、レイアウトプラン7にしてジオラマを組むということが決定しましたので、今日はとりあえずですね、本当にこの今買ってきたポイントを使ってレイアウトプラン7が動くかどうかっていうのをジオラマ作る前に試してみたいと思うんで、一回、まあ、平地でレイアウトプラン7を作ってみて、それでTNOSで列車走らせて動くかどうかって試すのをやっていこうと考えています。では早速レイアウトを組んでみましょう。はい、レイアウトプラン7設置完了しました。いや、久しぶりにやりましたので結構時間がかかりました。こんな感じで、レイアウトプラン7単線の行き違いです。ここに交換する駅があって、さらに両端の駅に、列車が2本ずつ止められるプランになっています。最大4列車まで運転できるそうです。それでは試しに運転モード1から順番に1つずつ、走らせてみ、ようと思います。まずはじめは2列車、ここに、列車が2本止まっています。この2本の列車を動かす運転プランから始めていきましょう。運転モード1、続行運転1というプランです。レイアウトプラン7の運転モード1スタート。はい、運転モード1でした。続いて運転モード2、続行運転2になります。運転モード2にしてスタート。
はい、以上、運転モード2でした。次、モード3、続行運転3になります。では、スタート。はい、続いて、運転モード4、続行モード4いきます。さあ、はい、続いて運転モードの5、入れ替え、こちらをやっていこうと思います。ではスタート。では続いて6番、交換運転やってみます。
では続いて7番交換運転にやっていきます。スタート。はい、では続いて8番対比運転を行っていきます。スタート。はい、以上8番の、対比交換運転でした。ではここまでが2列車で、ここから、が4列車になりますので、列車セッティングします。はい、4列車セッティングしました。では続いては運転モード9の4列車交換運転1を行います。
はい、続きまして運転モード10、4列車交換運転2を行います。では最後、11番、4列車回避交換運転、こちらで遊んでいきます。ではスタート。はい、以上、全11運転モードでした。いかがでしたでしょうか。やっぱり単線の行き違いはかなり面白いですね。ましてや4列車同時運転となるとかなり迫力があって面白いジオラマレイアウトができるんじゃないかなと感じました。ただこれをジオラマ、しかも、山岳地帯の勾配のある、ジオラマを作ろうと思うと相当難易度が高いような気がしますが、ここはね、これから、じっくりとかけて、構想を練っていきたいというふうに考えております。はい、ということで今日は新しいジオラマレイアウトを組むために、久々に TNOS を出してレイアウトプラン7が実際動くかどうか試しに遊んでみました。最後までご覧いただきましてありがとうございました。